イエーイ、始まりました。誰か見てるかな。ねえ、あれ、んもう少し待ってね。あ、ヤッホー、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。もうちょっと待って、ご紹介しようか。そうだね。わーい。はいはい、今日の LINE ライブはふわふわのナッピーこと山本奈々穂と、はい、伊藤小春でやりたいと思います。イエーイ。さあ、今日はこの後は何ですかね。単独公演ですよ、ふわふわの。さっきまでリハーサルしてました。ねね、何やるんだろうね。ね、何やるんだろう。ちょっと伊藤が緊張することをしますね。だいたいそれで分かりそうな気もするね。え、なんで。はい、今日は単独です。はい、ちょっとね。お、ナッピー自己紹介してだって。あのね、これさ、毎回恒例なんだけど、うん、ナッピーと共演した人は必ずその人バージョンのハッピーナッピーコールをやらなきゃいけないっていうルールがあって、え、その人バージョンってことは、小春バージョンのハッピーナッピーコールをするの。じゃあまず本家見せて。うまいね。はい、まずお手本見せてもらいましょう、ナッピー先生。せーの、ピーピピピーピピ、ハッピーナッピーナッピー、ハッピーナッピーナッピー。はい、じゃあ小春やりましょう。え、これ私でもさ、小春って名前だから多分すごいなんか、ね、コッコッコーって感じよ。いいじゃん、コッコッコーで。はい、じゃあ伊藤バージョンでやろうかな。せーの、コッコッコー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 しか言ってないよ。難しいね、これ。ねえ、初めて恋になったね。ハッピーナッピーか、ハッピーコッコ。ハッピーコッコッコッコ。なんか難しい。ね、はい。あら、たくさんコメントありがとうございます。ねえ。あ、小春の自己紹介もやろうよ。いいよ。じゃあね、いきます。暑くても寒くても、いつでも私の心は、小春日和。はい、ありがとうございます。こんな感じですね。そう、目がかゆいんですよ。ね、花粉症。花粉症だね。花粉症の方いらっしゃいますか？はーい。ね、昨日公演中にめっちゃ目がかゆくなっちゃって。ね、本当に、もう花粉大嫌い。ナンピーは嫌い。ね、名前呼んでっつってるよ。ちままちゃん。いつもありがとね。お、昼公演来てくださる方がいる。ありがとうございます。待ってます。花粉症つらいね。ほんとつらいね。辛いね。ね。まなみちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。ね。今日天気がすごく良くて、あったかいね。ねえ。うん、あったかい。え、ナッピーはさ、うん、春夏秋冬だったらいつが好き？夏が好き。あ、夏の、意外だった。なんで、何が好きだったのか。なんかナッピーの私服って、いつもフリフリした感じが多いから、冬とかのが好きなのかな、うん。冬ね、寒いから嫌い。あ、寒いの嫌いなんだ。猫ちゃんみたいだね。小春は？私はね、秋なんだ。秋。うん。なんか、春は花粉があるでしょ、うん、ねえ。夏は日焼け止め塗るのがめんどくさいでしょ。あ、まあ、冬は寒いじゃん。うん。ほら、秋、完璧。確かにね。あの、夏から秋の変わり目が好き。あ、なんか、落ち着いてない？じゃあ、秋生まれなの。ん？うちも秋生まれ。そう、小春だから、春生まれと勘違いされるんですけど、ね、実は秋生まれ。秋生まれ。そう、小春日和から由来をとってるから。へぇ、そうなんだ。そう、よく。いいね。初対面の人に春生まれって聞かれる。ナッピーもそう思ってた。あ、マジで？そう。でも、小春がメンバーになってから、あ、秋なんだって認識した。で、メンバーになったのが9月だから。そう。そうね。ナッピー。ナッピーだよ。ねえ。あ、決めポーズして、だって。今日の決めポーズどうする？バーサーポーズする？うん。まず。よ、じゃあいくよ。せーの。はい。ちょっと恥ずかしくない、ね、恥ずかしいね、これ。見えてるから。ふわふわ入りたいだって。ね。ね、そう思ってくれると嬉しいね。嬉しい、すごい。そういう存在になれたらありがとう。ほんと。嬉しい、うん。ありがとう。ありがとうございます。はい、さあ、ちょっと。卒業シーズンです。卒業の思い出は？思い出。卒業の思い出。なんかあったかな？なんか、どうだろう。ナッピーね、
卒業の思い出？ナッピー中学も卒業してるもんね。そう、してるね。私は小学校しかまだ卒業してない。まだ中学2年生だから小学校卒業した。そっか、卒業式はこけてないね。うん、なんか学校見学の時にこけたんだよ。なんか私は卒業式の前に6年生を送る会っていうのがあって、うん、在校生の子たちがその催し物なんていうか歌ったりしてくれるんですけど、うんうん、それの時に泣きすぎて歩けなくなっちゃってそう歩けなくなっちゃったの、過呼吸みたいな。ご飯らしい。なんかそれで本当はその委員だったから終わりの挨拶言う係だったのに、それも言えなくなってそれで代わりに他の子に行ってもらって先生に肩を支えられながら帰ったっていう、うん、そうなの。すごい泣いてたの。懐かしい。うん、あ、思い出した。ナッピーね、うん、ほら小学校卒業してからすぐその次の日ぐらいに上海行ったの、うん、だからなんかお友達とバイバイするのが悲しくて、うん、もうなんか泣いたかも。あ、ずっとそれ覚えてる、ずっと。そうか、なんかね、でも卒業、中学卒業がもう意外と早いからすごい寂しいな、うん、ねえ、うん、ナッピーもね、次高 3? 次高3ね、同じ3歳違いだよね。3歳違い、ね、ちょうどナッピーが卒業するときに私も卒業するし、入学するときに入学する。そうだよね、一緒だよね。一緒だよ、時期が被ってるの。そうモフモフでしたって。モフモフだ。ふわふわ。なんかさ、うん、え、なんか卒業の時に合唱とかやったじゃん、うん、ナッピー声高いからソプラノ、うん、トップソプラノだった。ソプラノしかっ、そっか、私いつもアルトなんだけどね、アルトよりソプラノの方が歌いやすいの。アルトより、うん、そうだよ、アルト難しいもん。アルト音程パルトが苦手だからソプラノの方がいいんだけど、超苦手、うん、ね、声出なくなる。あー、わかる ね、 ね、ありがとうございます、本当に、ね、嬉しいな、たくさんコメントね。え、ね、単独じゃん今から。ね、なんかドキドキだね。ね、今日三つ編みにしたんです。かわいい。そう、塚田とお揃いなの。塚田ちゃんナッピーはナッピーこれ安定だね。安定、かわいい、安定、安定の髪型、安定だよ、かわいい、良い。いつもね、最近髪型変えたくて、うん、すごい単独だと変えられるから。そうだよね、単独の前日の夜は何にしようかなってすごい悩むナッピー何にしようかなって考えて結局いつも通りになっちゃう。あ、でもやっぱさいつも通りだって安心感あるよね。そう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 、安心感。いつもはねストレートとかポニーだけど、今日は三つ編み。ちょっと大人っぽくないですか、ほら大人だね、ほら二十歳くらいに見える。ちょっとそれはいかない。え、なんで見ようか、いつも幼稚園児に見えるけど、ちょっと小学校6年生に見えたかな。精神年齢高いから精神年齢余裕で、余裕で大人だから。まあそうかもしれない。だけど見た目はコハちゃん。なんかメンバーに幼いよ。白玉って言われるんですよ。白玉、あ、白玉とか赤ちゃんとか言われるけど、全然そんなことないもんね。うん、どうだろう、みんなもそう思ってるかな、多分。白玉とか赤ちゃんとか思われてないよ、だって思ってるよ。精神年齢高いもん。精神年齢は高いよ、だけど多分そう、ナッピーもね、そう、でもなんかナッピーって勉強できるイメージがあるから憧れだよ。すごい、ありがとう、偉いなって。ほ、お、朝の準備の流れを教えてください。朝の準備、起きてからだね。起きてからまずは、うん、うちね、顔洗うかも。ああ、うんうんうん。顔洗う。で、絶対。次は、なんかリビングに行って、うん、座ったまま寝ちゃうの、また。5分ぐらい。で、お母さんに起こされて、動いて、携帯見て、おはようツイートして、で、なんか整えて、制服着て、出かける。え、ナッピーは、え、朝ごはん食べないの？うん、食べないの、朝ごはん。食べない、あの、起きたて食べれない。嘘、私朝が一番食べれる。なんか起きたてダメ。え、ナッピー入らないの。出かける何時間くらい前に起きるの？1、2時間前。え、朝、私は、うん、朝起きて二度寝して、二度寝すごい、二度寝して、二度寝しちゃうから目覚ましすごい早めにかけるの。うんうん、じゃないと遅れるから二度寝して起きて、うん、顔洗って、運営とかして、うん、で、朝ごはん食べる。朝ごはん食べる？どれくらい食べんの、量は。え、どれくらい、でも、なんか物によって違うけど、うん、
え、もう結構食べるよ。パン1個食べれる？うん。で、今日朝パンにね、パンに卵乗っけて、うん、なんかケチャップ塗って焼いたの、うん、そしたら卵捨て落としちゃってトースター焦がしちゃって、やばいと思ってそれ問題じゃない。朝からもうパニックってた、やばい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 って。トースターどうなっちゃった？焦げた。あ、もうそんなにひどくないよ。よかった。そう、卵がね、卵ってパンに染み込むじゃないですか、うん、それをすっかり忘れてアルミも何にも引かずに焼いちゃったから直で卵が焦った、ね、お掃除大変そう私は、うん、でもね、そうだね、でも私朝食べる、あ、朝食べないと一日が元気に過ごせない。本当、うん、うちは元気に過ごせる。え、ステージの日ってさ、お腹空かない？うん、空かない、あんま。私朝食べてだけど、昼すくステージ出るじゃん、うん、お昼食べるじゃん。え、だからその間がなくて大丈夫？うん、でもなんか日によってなんだけど、うん、食べなきゃダメな日もあるの、なんか。おー、気分なんだ。そう、気分。あ、今日は食べたいなと思ったら食べるし、うん、あ、いいやと思ったら食べないし。え、朝食べないことはないな、私は。あのね、聞いてください、聞いてください。卵かけご飯にハマってるんですよ。あ、美味しいよね。でね、普通はさ、ご飯に卵乗っけて醤油かけて食べると思うじゃん。うん、あのね、テレビでやってたんですけど、ご飯にまず白身だけ入れて混ぜるの。うん。で、ふわふわにするの。うん。ふわふわ。で、そこに黄身を入れて、お醤油かけて食べるの。やってみよう。え、すごい美味しくて、ふわふわしてた。やってみよう。うん。そっちのが好きだった。白身のね、がね、ちゃんと混ざってて美味しかった。え、やってみよう。ナッピーはさ、卵かけご飯とか食べる？うん、ね、たまーに食べる。うん。そう、食べたいんだけどね、なんか卵割る手間、うん、あ、もうちょっと、あと2分だって。そろそろなってきちゃった。え、卵割るのは全然手間じゃないよ。ん？卵は全然楽じゃん。カンカンってやってポコってやる。そうね、うん、でもね、この間ね、片手で割る挑戦したの。卵を片手でやれるかなと思ってなんかかっこいいさ、料理人の人とかってさ、カンカンパカってやるイメージあるじゃん、うん、あれ家でやろうと思ったの。やったんだけど、想像つくやったらバリバリになっちゃって、うん、ご飯がね、ご飯に腹いっぱい入っちゃって。あ、一回さ、容器にやんない？え、やろうな。うちやる。え、もうそれ片手で卵を割ることがトラウマになった。そりゃそうだねあ、なんかくれてる人も、あ、わかるよありがとう、いつも見てます、コメントありがとうございますなんか、あ、たくさんハートもありがとうございます、ね、ありがとうございます。スクショタイムだって、もう一回やろう。どんなポーズする？どうしようか。小春のポーズってある？な、社長こ、でもなんか二人のポーズ作ろうよ。作ろう、うん。ちょっと照れるね、シェーみたいな、一人でやるとシェーだよね。シェーシェーバカボンバカボンどうする？は、あ、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。超嬉しい。ありがとうございます。ね、ありがとう。みんなわかりますよ、私。ね、うち全員わかってるよ。え、あのね、ブログとかのコメントすごい読むの。うちもめっちゃ読むよ。めっちゃ読むの。1時間に1回は見るから。うち5分に1回見る。めっちゃ見るよね。ツイッターとかのリプもいつも見てるから。そう、コメントくれるとすぐ把握しちゃう。そう、コメント見るよね。見る。ブログのコメントつくと嬉しくて。そう。めっちゃ。ツイッターもずっと見てる、こうやって。多分すごい皆さんの想像以上にコメントをチェックしてる。すぐ見る。うちももうすぐツイッター開いちゃう。そう、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。晴天ホリデーの時の髪型好きだって、私。あれだ、サイドだ。サイドだよ。やってないね、最近。ね。ナッピーもサイドだもんね。ナッピーもサイドだよ。ね、かわいい。ナッピーのその髪型好き。これ恋のレッスンの時。かわいい。恋のレッスンの時ね、リリーベ行こうと思ったんだけどね、迷子になって行けなかった。迷子になって泣かなかった？友達と、じゃあリリーベ行こうってなって、うん。で、すごい歩いてたの。うん。そしたら、間違えて、うん、なんか会場二つ、同じ名前の会場で、うん、あ、でもあったかも、そういうこと。で、私が向かってた方の会場じゃなくて、ついて、誰もいなくて、えってなって、で、はるかに電話したら、あ、それじゃないよって。リリーブ間に合わなかったの。
来たかったな。それはショックだね。もしかしてナッピーと通称撮ってたかもね。ね、撮ってたかもね。撮ってたかもしれない。ねえ。ね。さあ、そろそろなってきちゃうかな。公演前にすることある？絶対すること？何してる？私ね、ひなちゃんかまおちゃんに背中叩いてもらう。ああ、叩いてもらってるね。すごいよくさ、叩いてって言ってない？私出る。単独うちも一回叩いたことある。そう、叩いて。単独もうすぐありがとう。ナッピーは？ナッピーは何してるかな。なんか石井ちゃんとルンルンやってるいつもじゃね公演前じゃなくてね。はい、でもそろそろね。あ、ハートもたくさんありがとうございました。ありがとうございます。ありがたやありがたや。はい、はい、じゃあね、またちょっと次の公演に向けて準備してきます。はい、はい、見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。それでね、ピンピンピン。